境見原も非常に集中してますね、はい、関戸から中頭当たってこのボールはどうか、やシュート打った、スーパースーパーゴール、見事同点、石毛、いやレベル高いですね、はい、ファミールも呆然、いや難しいところにこぼれて胸トラップで落ち着いてかわしたんですよね、松橋選手のアプローチをね、はい、最後落ち際のところでしっかりとミートして、まあ、これはキーパーの三浦選手からするとノーチャンスですね、うん、もうこれは絶対取れないです、ここ7試合で5ゴール目。